はい、どうもジャボー鉄平です。さあ今回なんですけども、月下美人 AIRTW とゼノン LTX、 こちらをね投げ比べしていきたいと思います。特にねソルドウォーターですね、そちらでベイトフィネス機をね検討されている方の参考になればと思います。さあまずね、月下美人 AIRTW はねラインキャパが少ないんですよ。まあそれでもね一応 0.85 の P50m ぐらいは負けてはいますけども、それでもねちょっと少ないんですよね。でまあゼノン LTX は PE の1号 100m 負けます。なのでまあどちらかというと、なんだろうね、シーバスとかクロダイとかとかなってくるとゼノンの方がいいかなって思います。そしてねメバル、アジとかそういったもっとねフィネスなベイトフィネスは月下美人みたいな方がいいんじゃないかなとは思いますけどもね。まあとりあえずね何台も買えねえよっていう方がほとんどだと思いますので、どちらにしようかお悩みのね方の参考になればと思います。ではねまずは 7g のねシャット、激浅シャットですね。僕はですねバス釣りで使うことが結構多いんですけども、結構ね快適なんですよ。ラインシステムはね一緒です。はい、こっちも PE の 0.85、 あでも LTX 投げやすいかな。 LTX の方が投げやすくて、そして距離がね出しやすいかもしんないね。今ね PE08 なんですけど、もしかしたら PE04 とかの方が相性いいかもしんないですね、今更ながら。その僕的には結構パワーベイトフィネス寄りで使っちゃってるんですよ、特にバス釣り でやっぱりねドラムクリッカーもいいし巻きもいいしね、でやっぱりピンポイントキャストもね決めやすい素晴らしいリールなので、どちらかというとねそういった使い方ですね。うん、低弾道で行きすぎるぐらい、ね、低弾道で行きすぎちゃうぐらい今ねなのでちょっとだいぶちょっと性格が違うかもしれないな。そうだね、だいぶね低弾道でいきます。なのでどちらかというとねやっぱりシティーズエアーに近いんですよね。アルファスエアーとね同じような重量ではあるんですけど、やっぱりアルファスエアー TW よりも1万円高いんですよ。でシティーズエアーはね自重が 130g 台で超軽いんですけど、まあ、そっちと比べるとちょっと重たいんですよね。だそれでもやっぱり近距離キャストに至ってはそのスティーズエアバリっすね。なので、まあ、僕的にはバス釣りですごく重宝してます。まあロングキャストもね普段から結構してるんだけどね、だけどやっぱり LTX ならちょっとロングキャストは投げやすいかな。やっぱりスプール系の大きさだと思います。いやでもね扱いやすいっすよ。すごくブレーキの安定がいいんですよね。そのやっぱりアルファスエア TW 譲りなねところもあると思いますけども、すごくいい感じです。まあロングキャストがちょこっとね微妙なところあるかもしれない。それはやっぱりスプール径が小さすぎるっていう問題がちょっとあるかもしれないですね。あくまで僕の使用感での印象ですけども、ということでねちょっとこれを LTX でやりたいと思います。ちょっと性格的にね似てるかなと思ったんですよ LTX と。でも違うね、意外と性格が違った。性格がですねスティーズエアー寄りですね、やっぱりそんな気はしてたけど。さあ LTX ね、ロングキャストやっぱねそうっすねこっちだわただやっぱ巻きは台湾だね。やっぱここら辺のなんだろうな、細部の作りが日本って素晴らしいんだろうね。ハンドル変えたくなってきたもん十分ね巻きいいんですけどね、十分巻きがいいんですけど、ただダイワだったりシマノの巻きを味わってしまうと、せめてハンドルノブだけでも上級なものにしたいっていう。ただねロングキャスト素晴らしいですね。ロングキャストに至っては、まあ、スプール系もあると思いますけどすごく安定感ありますね。そうなんですけど ねショートキャストもバッチリなんですよ。確かにねその月下美人 AIRTW の方が確かにやりやすい確かにね、確かにやりやすいんですけども、だけどもそんな大差感じない。そんななんだろうベイトリールそこまで握らないっていう方には分からないんじゃないかなっていうぐらいの違いですね。このハンドルノブのねこともそうですけど、多分ギアは結構滑らかですよ。ハンドルノブですね。ノブちゃんがねちょっとねっていう感じです。いやーねでも素晴らしいね。
ここまでとは正直思わなかったです。性格がここまで違うと思わなかった。なのでね、よりねフィネスなチューニングをね施されてますね、その月下美人エア TW がね。ただ十分ですよ、本当に十分すぎちゃうということで、次はねミノドゥルガっすね。ドゥルガを月下美人エア TW。 そうですね、やっぱりピンポイントに対してすごくスペシャルな感じしますね。かなり低弾道でいくもんな。これはスティーズエアーですよ。かといってね、後半の伸びもなんだろう、素晴らしくあるしね。ただこれがまあスプール系の違いなのかもしれない。いや、ただ投げやすいわ相変わらず投げやすい。ダイワのリールにしてはスティーズエアーってねすごく尖っててね。なのでスティーズエアーとアルファスエアーの合いの子といった感じですね。まあ値段的にもねそんな感じだし。いやー、でもやっぱりなんだろうな、ダイバのねベイトフィネスは本当パーフェクトって感じなんですよね。なのでここまでそのベイトフィネス機にこだわれるダイバってすごいなってね毎回感心します。さあこれをね LTX でやります。さあやっぱりねロングキャストがさせやすいこれはやっぱりスプール系なのかわかんないですけどね、すごくこう安定感がやっぱいいっすね。これはまあねずっとインプレスしてますけど、そんな感じで、まあショートキャストももうすごくやりやすいですね。なのでまあ何度もね紹介しちゃって申し訳ないんですけど、やっぱりこのラインキャパですね。ラインキャパがすごくなんだろう、モテるスプールの割にすごくピンポイントキャストがやりやすい。結構そのスプール系がね大きすぎちゃうとどうしてもピンポイントがやりづらいんですよね。なんですけどビシバシやりやすい、それがやっぱり素晴らしいですね。これでなんだろう PE06150m ぐらい巻いてね、チニングでフリーリグとかそういうのもすごく可能性を感じますね。ね、バックハンドサイドハンドも OK、 そしてね無論ピッチングも大丈夫ということで資格なしという方ですね。さあ次シャットですね。スティーズシャットの 54SP ですね。こちらを月下美人エアー TW ですね。さあさすが、いや巻きがいいわダイワのハンドルをアブにつけたくなっちゃう、やっぱりね弾道がいいですね。スティーズエアーだねって感じの弾道ですね。なのでね月下美人エアー TW っていうことで海のベイトフィネスだけってね思われがちですけど、まあ、僕はねバッスリに使っちゃってるんですけど最高レベルですよ。トップレベルで使いやすい。遠くにも投げれるしね、ピンポイントももう死角ないパーフェクトですこれはマジすごいな、本当にパーフェクトすぎる。低弾道で行き過ぎちゃうぐらいだから ね軽いキャストでしっかり飛ぶ。さあこれをね LTX でやります。いやいいですね。はい、無論遠くに投げやすい。ロングキャストはですね、まあ、スプール系も恩恵があると思うんですけど、かなりなんだろう飛ばしやすいですね。そして安定してる、素直にね飛んでいく感じしますね。やっぱりね素晴らしいであります。いい感じですよ本当なのでねピンポイントにも決まりやすいしね。いやこのバーサタイル性はやっぱりすごくいいですね。ピンポイントも投げやすいしロングキャストもねさせやすい。ロングキャストのねさせやすさは本当素晴らしいですわ、ね、かといってピンポイントが決めづらいかっていうと全然決めやすいし、
なので本当こっちもね資格がない、まあ、だけどね、まあ、気持ちなんだろう、月下美人のはやりやすいけどね、気持ち月下美人だけど、だけどねベイトフィネス機がねどんどんねそのスーパーベイトフィネスにねなりつつあって、そうするとなんだろうな、糸巻き量をねすごく抑えたスプールが多いんですよね。スティーズエアとかね、アルファスエアとかもそうですけど、まあ今回出たねアルデバランもそうですけど、やっぱりスプール機が小さくてやっぱり糸巻き量を多く出せないということで、そういった中でねこの LTX は PE1500m っていう、なのですごく幅広くね釣りをね展開するベイトフィネスに仕上がってますよね。なのでそういったコンセプトも分かりやすいんでね、いいっすね。だ次はね月下美人エア TW で 2.5g のスモラバですね。トレーラーがレイドジャパンの2ウェイの切ったやつで1ウェイです。すげえ低弾道、やっぱすごいなこのリールは。なのでちょっとねもうアフター回復でもうバスもね結構アグレッシブなんで、そうなってくるとアルデバランベイトフィネスっていうねそこまでフィネスなセッティングがね必要なくなるので、そうなってくるとやっぱりねちょっと強めの M タックルとかで LTX 組んで、今までね一番フィネスだったアルデバランのベイトフィネスをまあもう冬までちょっとね封印して、このねベイトフィネスを一番フィネスのラインに持ってくかって感じですね。さあピンポイントキャスト、まあ無論ねすげえ投げやすいんですけど、特別投げやすいね。ああこれは今までそのアルファス SV そしてスティーズエアはねフロロだったんですよ。フロロカーボンラインの8ポンドを30メーター40メーターでしたけど、こんな感じでアルファスエアもスティーズエアもね PE 組んじゃうともう無双しちゃいますね。これはねそのぐらい超低弾道でいっちゃう。さあこれをね LTX に持ち替えたいと思います。まあロングキャストにおいてはね、まあ無論って感じなんだけどね、まあ無論っていう感じなんですけどね、まあ、ピンポイントもね余裕よ。ただ月下美人とかいわゆるスティーズエアアルファスエアですね、そちらが PE になった時の使用感、それがちょっとエグすぎるだけであって、なんだ逆にこっちの方がなんか安心して使える感じもしますね。いやでもさすがだな。まあね余裕っちゃ余裕ってことですよ、とにかくね。さあ次はね 1.3g のスモラバですね。まあなんとなくね分かってるんですけどえぐいと思います。まあとりあえずね通常のキャスティングもまあバッチリすぎるわけですよ。オープンエリアにしてもねこうちょっと投げてこうズル引きしてきてバイドがあってフッキングしたけど乗らなくて、もう一回同じ場所に投げたいって時もねこうすぐクラッチ切ってバックハンドですぐ投げ入れられる、言えなかったすぐ投げ入れられる、そうすると逃したバイトもまた再度ね捉えることができるんで、でそしてピンポイントキャストね超やりやすいです。本当に個人的にねここまでだと思わなかったな。超やりやすいわ。さあこれをですね LTX ですね、まあこれもですねもう散々いろんなリールと投げ比べてそのたんびに同じこと言ってるかもしれないですけどね、ロングキャストいい感じ。そしてまあ月下美人でもやりましたけどもね、こうちょっと遠くに投げてねズルビーててバイトがあってフッキングしたけど乗らなくてまだ食うかもしれない、フォローキャストしなくちゃった時にフォローキャストがねもうすぐできる、これはですねこのクラスのベイトフィネスリールになったらもうメーカー問わずですね、まあ、できて当たり前というかそんな感じですね。でまあピンポイントキャストですね、
このピンポイントもですね、もうこの 1.3g、 そして極小トレーラーっていう感じではありますけども、もうバッチリなんですよ。余裕すぎるっていう。なのでなんだろうね、もうこういったねキャスティングは一昔前までは一番ね上の機種でしかできなかったんですけど、最近はねダイワだとアルファスエア TW とか、ね、月下美人エア TW ね、でまあ価格帯的にも、まあ、シマノのアルデバランとか、そして今回のこういったね LTX とかでも全然できるといった感じですよね。だからまあそれがね、まあすごい時代になったかなと思いますね。うん、でやっぱりね LTX ロングキャストですね。ロングキャストでのアプローチがすごくやりやすいっていうのはでかいと思います。どうしてもそのね、まあ今なんかはねカバーが生きるシーズンなんであれですけど、どうしても夏が過ぎるとカバーから離れる習性があるんで、そうなってくるとねどうしてもこう沖の釣りをやりたくてロングキャストがねやりづらいと、それだけでどうしてもストレスかかってきちゃうから、そういった面ではねすごく懐の深いいいリールだなって思います。ではこんなもんでしょうかね。はい、ありがとうございました。いかがだったでしょうかね。月下美人エア TW とそしてゼノン LTX、 こちらをね内比べてみました。いやーね、えぐかったのが月下美人エア TW、 特にまあ近距離ですね、接近戦においてはねやっぱりすごかったです。まあ、なんですけどね、ロングアプローチ、ロングキャストですねにおいてはやっぱり LTX すごくなんだろうやりやすいですね。月下美人でも全然できるってできるんですけど、そっちの面においては LTX のはやりやすいし、ブレーキの安定感も素晴らしいかなと思います。かといってね接近戦もできないかっていうとそうでもなくて、接近戦も十分できます。なのですごくなんか即戦力になる1台ですね。でブレーキもすごく安定してるので、すごくねこれからベイトフィネスやってみたいっていう方にもね間違いなくおすすめできるベイトフィネスリールだと思います。ではですね、最後までご視聴誠にありがとうございました。特にねソルトベイトフィネスでお悩みの方の参考になればと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイ。